皆さん、どうもです、キッドです。今回の気まぐれ建築は、後ろに見えます骸骨模様を使った、旗デザインの作り方を20種類ご紹介します。見た目が骸骨なので、ダンジョンやホラー要素のある建物との相性が良さそうです。ちなみに、今回使う骸骨模様は、ウィザースケルトンの頭蓋骨と髪を、クラフトすることで作ることができます。それでは、骸骨模様を使った旗デザイン20選。行ってみよう。
Thank you.
はい、20種類の骸骨模様を使った旗デザイン、いかがだったでしょうか？染料の色を変えたり、手順を変えたりすることで、また違った雰囲気の旗を作ることができますので、ぜひ、参考にして色々作ってみてくださいねー。この動画が少しでも参考になりましたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録を、よろしくお願いします。このチャンネルでは、その他の旗デザインやサバイバル生活などの動画も、投稿していますので、そちらもチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。